いや、コンタクト取った。ちょっといつもの自撮りが持ってるのバレちゃうじゃないか、これは。辛いな。体調はね、まあまあです。なんか特別何が悪いとかじゃないんですけど、特別何が悪いとかじゃないんやけど、なんか、すぐよくよろしくない。ピアス開けたの結構前からだよ。6月ぐらいかな、多分開けた。なんかね、なんか今までがあんまりなんか体調崩したこととかずっと悪い時がなかったから、なんか割と長続きしてて、なんか自分でもちょっとどうしたらいいかもう分かんない。お世話になったな、せやろ。あ、すげえすげえ。え、なにこれ、木星ってこと？私は木星ってこと？あ、なんか思ったより楽しいインスタライブ。ほっぺ赤い？え、なんてやろう、チークかな、さすがメイクさん。いや、本当に私めっちゃ思うんですけど、自分でメイクするよりメイクさんにしてもらった方が圧倒的綺麗になるんですよね。あ、すげえ、なにこれ。え、怖い。パスワード分かったの？え、まだ大気っていうか、あの、なんか私インスタのね、パスワードっていうかメモ、あの、あんまり良くないらしいんですけど、 iPhone のメモにパスワードいろんなやつメモってて、で、そのメモがなんか消えちゃったんですよ、いろいろあって。で、消えちゃったんですけど、それがなんていうの、消えちゃったから分からなくなったんですよね、パスワードで。別に今の携帯では入れてるので、携帯がこれ買って3日で画面終わったんですよ、10なんですけど。そう、買って3日で終わっちゃって、あ、カメラ見たらいいんか、ずっと自分の画面ばかり見ちゃう。あので、割って、まあいいやと思ったんですけど、最近なんかやっぱちょっと調子悪くて、でまだ2年やから、2年経ってないから、もうすぐ保証切れるんで、保証を使おうかなと思って。保証を使ったら私あんまりどうなるか分かんないんですけど、代金がもらえるのか本当に修理されるのか分かんないんですけど、でもそうなったらインスタのアカウントのパスワード分からんなと思って、ツイッターはどうにかできたんですけど、インスタどうなんやろうと思って、ちょっといろいろ頑張ってたんですけど分かんなくて、え、どうしようっていうことを、言ってたんやけど、そう、ログインはできてんねん、結論から言うと。結論から言ってないわ、結論を言うと。そう、今はまだ、そう、携帯変えてないから全然大丈夫。あー、めっちゃ喋った。始まりました。あ、すげえ。あ、やばい、足りひん顔面を持ってくれてる、助かる。公園でね、全部なくなったんだよね、顔。かわいい、やった。ログインはできてんねん、だからもともと。そう、顔見たら元気そうでちょっと安心。なんかすこぶる悪い時が大変。そう、インスタライブ2回目かな、これ多分。やばい、めっちゃ新鮮。なんかこれ顔面が、すいませんね、なんか言葉遣いがちょっとなんかインスタライブ向きではない。あの、顔面持ってくれるのすごい助かる。あ、これはあかん、これは偽物。これは詐欺や。一人部屋です。なるちゃん、明日握手会ラストだね。そうで、昔なると研究生かな、 N の時かな、まだ若かりし頃です、高校生ぐらい、中高生ぐらいの時なんですけど、あの、なるとルリナルって言って、あのジャングルレディオさんで、あの、二人でパーソナリティしててお世話になってた時期があったんですよね。すごい結構でも長くて、それが他のパーソナリティに比べると、あ、いや、これは、いや、自分の顔いっぱい。あ、すごい、こんばんは、どうもこんばんは。こんばんは。めっちゃおもろいんけど。もう全力で楽しんでる、今喋りながら。こんばんは、こんばんは、どうもどうも、どうも、こっちのガラスからこんばんは。なんかで、何の話だっけ。あ、そう、なるとお世話になってたんですよ。で、だから今ジャンレディでもう本当になるギリギリラスト
間に合うらしいんですけど、最後にルリナル復活ということで、今ジャングルレディオさんであのメッセージを募集されてるので、ぜひよかったら皆さんも送ってみてください。ヨロピー、今日珍しくストレートなんですよ公演で。メイクさんに巻きとストレートどっちが多いって言われたから、うん、巻きって言ったら、じゃあストレートになった。これ何？え？何今の？え、し、もう嫌や、これも嫌や、なんか嫌。なんか嫌今の。どれがいいんやろ結局。みんなよく使うやつってどれなんか教えてほしいねんけど。顔面は適度に持ってほしいんやけど、適度でいいねんな。あ、これにしよう、これにしとこう。これ、あ、なんか出た。あ、なんか出た。あ、怖い。怖い。なんか出た。ジャンレディって割とお便り読まれるよね。そう。しかも、本当にスタッフさんめっちゃ優しくて、優しいし、めっちゃメッセージをね、本当に送ってくださってる人、ま、あの、スタッフさんもめっちゃ覚えてはるんですよ。そう。私が、あの、本当に、もうパーソナリティじゃなくなってから結構間開けて、出演させていただいてるんですけど、本当にこの人よく送ってくれるよね、とか、めっちゃ出るやん。もういいって。もういい。ああ、なんか永遠に出てんねんけど、目から。そう。で、え、怖い。めっちゃ目から出る。え、すごい。めっちゃおもろい。で、そう。本当にスタッフさん、毎回しっかり選んでくださってます。なんか本当になんかよく選ばれる人。お手紙の書き方うまいんやろなと思いながら、これは、あーちょっと、うん、クリスマスかな。クリスマスかな。うん、これはちょっとな。これは、あ、目の上キラキラのやつか。今日の声ありがとう。こちらこそ。キュートにしとこう。でも地味にこれのフィルターがなんか、やっぱ一番漏れる。目からなんか出てさえ、せんかったら。あ、目からめっちゃ出る。いつもネタ思いつかんのよね。声ない？え？声出てない？切ってない？聞こえてる？みんな。聞こえてない系。そう、遊んでる。めっちゃフィルターで すごい新鮮、ほんまに新鮮。もうほとんどインスタライブ、なんかインスタライブすごい、なんかあれがあったんですよ。なんていうの、あれあれやん。そう、抵抗があったんですよ。あ、テレビが出えへんのか。あ、そうなんや。すごい。なんでテレビから声聞こえへんやろ。なんで？バグ？そういうもん？すごいな。でもそれさ、え？インスタライブの意味あんの？え、わからん。むずい。あ、そうなんや。すごい。貞子やから。なるほどな。インスタライブしていいよ。いや、もう、どうやろう。もうあんませえへんかもしれん。今日は本当は、ショールームしようと思ってたんですけど、そう、見てわかる通りなんですけど、わからないね。白い壁しかないね。今日、明日握手会なんですよね。で、明日私一部からなんですよ。9時からなので、まあ。今日ね、関東の方に移動してきまして、でショールームしたかったんですけど、50何分とかでさ、これ間に合わんなって思って、で昨日でも本当に2日ぐらい体調ちょっとあんまりよろしくなくてお休みしたから、
今日はちょっとや配信しようかなと思ってなった結果、そう前乗りです。インスタライブにしました。なんか説明下手おもろいぐらい下手やねんけど今は全然多分元気です。分からへんねんな、あんまりちょっとよく分かんない。そうショールーム多分12時までなんですよね。だからインスタライブだったらできるなと思ってとりあえずやった。うん、特別感あっていいあんましないもんね。でもなんか面白いものなんだなって思いました。面白いインスタライブ、目からなんか一生出てる、一生キュートが出てる。シュシュ、えこれこうしてたらさ、ほらいろんなとこやっぱ行くんじゃん。ほらすげえすげえうるさいよな。すげえすげえ。今日の声良かったよ、ありがとうね、来てくれて見てくれて楽しんでくれて。あの可愛いね、あの素晴らしい。あんなに15歳の子がね、あんなしっかり喋ってしっかりパフォーマンスして自分の気持ち伝えて、素晴らしいですよ本当に。もう何尊敬しちゃう。お姉さん、ひみちゃんも元気だと思うよ。ということで今日はこの辺で終わろうかな。早いな。見てくれてありがとうございました。ほんまに未来が眩しすぎて驚いた。バイバイ。アンノと写真撮れたよ。ツイッター載せましたよ。ちゃんと。バイバーイ。おやすみみんな。私早起きなんだよ明日。起こしてく欲しいぐらいだよ。なんか初めてフェイス ID やった人みたいなリアクションになってるよいやほんまにインスタライブ新鮮。これで2回目とかやねん。2年前に初めて。すごない？すごないじゃない、何の自慢やらんだけやバイバーイ。